私は28歳のパニコ、4歳の娘がいる兼業主婦です。半年前にマイホームを購入し、同じ年の夫ケンタと娘パニミの3人で幸せに暮らしているの。マイホームへの引っ越しを機会にパニミは近くの保育園に転園。転園先でもあっという間にみんなの信頼を勝ち取るパニミ、さすがだわ。そんなある日のこと、お迎えに行き先生が娘を呼んでくるのを待っていると、一人のママに声をかけられました。こんにちは、パニミちゃんのママさんですね。はじめまして、花のママレイミです。よろしく。この保育園どうですか、もう慣れた？あ、うちの花パニミちゃんと同じクラスなのよ。はじめまして。気さくに声をかけてくるから思わず身構えちゃった。パニミちゃんママお名前は？名前で呼び合いましょうよ。ねえ、いいでしょ、やっぱり女性って名前で呼ばれたいじゃない。お名前教えてくださいます。すごいやつ。パニコって言います。正直この手のグイグイさんには警戒しちゃうんだよね。変わった名前ね。って、あら？ん？やだ、そのバッグも個性的。見せて見せて。私が手にしていたバッグになぜかロックオン。どこのブランドのバッグですか？これ手作りなんです。うーそー、手作り？やっぱ素敵。あれ？でもここに汚れが。ああ、それお弁当こぼしちゃってついちゃったんです。なかなか落ちないけど目立たないからいいかなって思って。私ちょうどこれくらいの大きさのバッグ探してたんですよ。やだ、すごい、こんなちょうどいいのが目の前に現れるなんて。はい。何がちょうどなんだ？これお近づきの印にもらってあげますよ。汚れたバッグじゃ恥ずかしいでしょ。私汚れとか全然気にならないタイプだからさ。手を伸ばしてきたんです。いや、あげるなんて言ってませんから。なんなのこの人、怖すぎなんですけど。ああ、そっか、今渡したら中の荷物どうするんだって話ですもんね。いや、そういう話じゃない。そうじゃなくて、これは気に入ってるんであげられないですよ。またまた。話が噛み合わない人種だ。パニコさんって新居を購入して引っ越してきたんですよね。庭付きの素敵なお家に住んでるって他のママさんに聞きましたよ。今度遊びに行きたいわ。めちゃくちゃグイグイ苦しい。ローン何年組んだの？土地も購入？ねえねえ、教えてくださいよ。やめとくれ。お待たせしました。そこにパニミを連れて先生が戻ってきてくれました。助かった。お待ち申しておりました。え？今花ちゃんと時代劇ごっこしてたみたいなんです。おままごとに時代劇バージョンなのである。ずいぶん個性的なおままごとしてるのね。母上、屋敷に戻るであるぞ。先生、世話になった、達者でな。はいはい、また明日ね。さすが先生、すーが上手。あ、ちょい待ち。わあ、ちょっと待って、パニミちゃんのお洋服かわいいわね。え、花ちゃんのお母さん。パニミちゃんって背が高いわよね。花と並んだらパニミちゃんがお姉さんに見えるかも。ねえねえ、パニミちゃんの服ちょっとサイズ合ってないみたいよ。ん、お主何者？さてはくせ者か。こらこら、それパニミちゃんには小さくない？よかったら私がもらってあげようか。ほら、小さい服って肩凝るでしょ。またですか。花ちゃんのお母さん。お主、世の召し物を恵んでほしいと申してるのか？世の召し物をお主のようなためにじゃと。へい、無礼者、そこに直れ。あ、はい。パニミ、時代劇見すぎよ。控えおろう。民に恵むものはない。母上殿、帰るぞよ。はーい。ちょっと待ってよ。パニミのおかげでなんとか逃げることができちゃった。パニミの話ではレイミさんは他のママたちに近づいては
もらってあげるなんて言ってるんだって。いますよね、こういうクレクレ女って。先生の反応を見てたらなんとなく察したけど、あれは完全にトラブルメーカーだな。できるだけ近づかないでおこうって思ってたけど、次の日パニミを保育園に送るとレイミさんと早速遭遇しちゃった。おはようございます、パニコさん。あーマジか。あ、おはようございます、さようなら。あー、ちょっと待ってくださいよ。待ちません。ごめんなさい、仕事に行かなきゃなので。ご主人社長でしょ、なんで奥さんも働いてるの。社長パニコさんたらおとなしい顔してやる。は？聞きましたよ、ご主人社長だって素敵な指輪ね。普段からそんなゴージャスな指輪つけて過ごせるなんてすごい。ご主人のお金でこういうしちゃってますね。これはパニコさんの家で今度ホームパーティーしましょうよ。みんなでお料理持ち寄って。ダメダメ。え？おっと、ついつい強く言っちゃった。うちは人を入れないことになってるんです。あ、本当にごめんなさい、会議の時間が迫ってるので。待って、娘の保育園の送り迎えがこんなに大変になるなんて思いもしなかった。私のことを個性的とかなんとか言うけど、レイミさんの方がよっぽど個性的だっての。悪い意味でね。そんなある日、たまたま平日に夫と休みが一緒になったからカフェデートに出かけることにしたの。家族でお出かけも楽しいけど、二人ならお出かけじゃなくてデートになるからなんだかドキドキしちゃうなんて思っていたのに、なんと私が今一番会いたくない人物に遭遇してしまったんです。あら、パニコさん。うげ？そう、それはもちろんレイミさん。なんでこんなところに生息してるのよ。やだ、偶然ね。あ、そちらもしかして。夫のケンタです。いつも妻がお世話になっております。なってない、なってない。世話になんてなった記憶ございませんから。あら、素敵な旦那さんね。いや、そんな。そりゃそうよ、私の愛しのダーリンなんだもん。こちらパニミのお友達のママさんだよ。レイミって言います。レイミって呼んでくれてもいいし、レイミちゃんでもオッケーです。ここは合コン会場か。あ、レイミさん。実はケンタにもレイミさんの話をしていたから、ケンタったらその名前を聞いて挙動不審になっちゃった。早速名前呼んでくれるなんて嬉しい。だから合コン会場かっての。なんだかとっても嫌な予感。ねえねえ、ケンタさん、社長してるって本当ですか？まあ社長って言えば社長になるのかな。もう答えなくてもいいから。うわー、天は二物を与えちゃったんですね。いや、ごめんなさいね、レイミさん、私たち映画の時間が迫ってるから行かなきゃ。またいつも急いで帰っちゃうんだから。いつも逃げてんのよ。なあ、ケンタさん。夫はレイミさんの勢いにびっくりして、食事中はレイミさんの話で持ちきりに。楽しいデートが台無しになっちゃった。だけどね、これで終わりじゃなかったの。数日後、仕事が一段落したので一旦家に帰ることになったんだけど、家の前に不審な人物の影が。なんとレイミさんが我が家の前でうろうろしていたんです。パニコさん、待ってたのよ。もう待ちくたびれちゃった。あ、コーヒーが飲みたい。もう勘弁してくれ。どうして家が分かったんですか？ママ友の情報網は強いのよ。ねえ、ちょっとお願いがあるの。嫌です。ああ、まだ何も言ってないじゃないの。こんなこと言ったら私のこと嫌いになっちゃうかもしれないけど。もう嫌いになってます。私ね、ケンタさんに一目惚れしちゃったの。え？初めての一目惚れなの。お願い譲って。はあ？人の旦那
これだと？こいつどこまで非常識なのよ。パニコさんってこう言っちゃなんだけど、背がショートサイズじゃない？あ、だから何よ。でも、ケンタさんはトールサイズ、私はミディアムだから、私の方が並んでてかっこいいと思うのよ。私の方がケンタをサポートしてあげられるわ。こいつ、本当にずっと何言ってんのよ。てか、なんで唐突に人の旦那、呼び捨てにしてんのよ。彼も私に会った時、見とれてたじゃないの。それは噂のクレママだって、唖然としていただけですから。私の方がケンタと釣り合い取れるから、ケンタに合わせてちょうだい。はあ、意味不明なこと人の家の前でまくし立てやがって。こうなったら警察でも呼んで、こやつを強制退去してもらうかなって思っていたところ、なんと家のドアが開いて夫が出てきたんです。どうしたの？大騒ぎして。うわあ、出てきちゃダメ。はあ、ケンタ、お家にいたのね。あ、この人って。夫はギョッとした様子でたじろぎました。そんな夫にレイミさんはキラキラした視線を送っちゃってる。今日はお仕事お休み？はい、家で仕事をしてるんです。テレワークってやつね。さすが社長、家にいながら大勢の部下さんをまとめているなんて素敵。え、大勢のって俺に部下なんて一人もいませんよ。え？レイミの瞳からキラキラが消えるのを見逃しませんでした。でも社長さんって。はあ、俺個人事業主でフリーで仕事をしてるんですよ。フリーとはいえ一応事業所登録してるから、社長って言えば社長かなって。あれ、この場合社長って言わないのかな。まあ代表っていう人も多いよね。捉え方は人それぞれだからね。夫は大企業の社長ではなく、社員のいない完全一人だけのフリーランスなの。でね、それを聞いたレイミ、完全に戦意喪失。でも、家を建てるだけの経済力はあるってことよね？と思ったら、そうでもないみたい。そうよ、そうだわ。一人でがっつり稼いでるってことよね。なんだ、私ったら早とちりさ。それじゃあ、やっぱりご主人のことをもらってあげるわ。え？この際部下がいるとかいないとか関係ないわ。社長であることに意味があるのよ。ケンタ、私と一緒に新しい人生の1ページ目を歩みましょう。え、どういうこと？パニコさんは一日中家にいるあなたにうんざりしてるらしいの。はあ？パニコさんはあなたと私の恋を応援してくれるって言ってくれたし。言ってません。何堂々と嘘言ってるのよ。パニコがそんなことを。あー、信じないで。そう、一日中家にいるあなたのことを面倒見るのはゴリゴリですって。食事も朝昼晩作らなきゃならないし、気が休まるところがないって言ってたんだから。たまには1ヶ月くらいいなくなってくんないかななんて言ってたから、それなら私がもらってあげるってことになったの。そんなこと言ってないわよ。ケンタ、パニコさんたらひどいよね。ああ、ケンタ？まったくひどいね、レイミさんの嘘は。え？パニコは俺のことが大好きなんだぞ。うんざりしてるなんて言葉が出てくるわけないだろう。え？仕事でどうしてもすかほど家を開けなきゃならない時なんて、涙目でお見送りするくらい離れるの嫌がるし。ケンタ、食事の休憩中はハートマークいっぱいの LINE 送ってきて、早くケンタの顔が見たいよとか可愛いこと言ってくるくらい俺のこと大好きなんだぞ。この前なんて24時間君のこと考えてる、もうどうしようもないくらいに君が好きって俺が LINE したら、私の愛はコスモに近づくわって返信が来たんだぞ。ケンタ、この前2人でラーメン屋に行ってお揃いでタンメン頼んだら、俺がトイレに行ってる間にパニックはタンメンにたった一つしか乗っていないうずらの卵をこっそり俺のタンメンに入れてくれたんだ。俺もう嬉しくて嬉しくて、今度はパニコが水を取りに行ってくれてる間に、同じように俺のタンメンの中にある2つのうずらの卵をパニコのタンメンに内緒で入れておいたんだ。そしたらパニコは、じゃあ2つのうずらの卵をどっちも半分に割って、それで半分ずつになったのを1つにして食べようって俺幸せだよ。ケンタ、そろそろ
やめて、恥ずかしすぎる。そんな俺のことを愛しまくってるパニコが1ヶ月くらいいなくなってほしいなんて言うわけないじゃないか。すぐバレる嘘をつくんじゃない。もうなんで私がケンタにベタボレしてるってことバラすのよ。ほっとごめん。あーでもちょっと待って、ベタボレは俺も一緒だから。いや今そこはどうでもいいの。でもこんなに俺のことを愛してくれるパニコが俺と変な女の恋を応援するなんてこと言わないってことを教えたかったんだよ。変な女ですって？何驚いてるのよ。人様の家に押しかけて旦那さんくださいなんて言っちゃうのはどっからどう見ても変な女じゃないの。パニコさんだって変よ。普通子供が生まれたら旦那なんて邪魔な存在になるだけじゃないの。ケンタさんだって本当はいつまでも好き好きアピールをしてくるパニコさんにうんざりしてるんじゃないの。んなことはありません。パニコ、スマホの待ち受けを私の顔にしちゃって娘に呆れられてるような人が私の好き好きにうんざりしてるわけないじゃないの。パニコ、毎日私の分のお弁当を作って桜でんぷんハートマークは当たり前、毎回手書きで夢にまでパニコが出てきて幸せな目覚めだったよとかダブ注入しておきましたなんて手紙も添えてくるほどの溺愛っぷりなのから。憶測でもの言うんじゃない。恥ずかしい。いやいや、ケンタの短面の話の方がずっと。おっと、なんなのあんたたち、どうなってんのよこの夫婦。もういいわよ、一人社長なんてこっちから願い下げよう。負け犬の遠吠えが聞こえる。どうせパニコさんが働かなきゃいけないほど低収入なんでしょ。フリーランスなんて言っちゃって本当は無職なのは隠したいだけじゃないの。ダッサ。そう思われても別にいいよ、愛してる人さえ俺のことを理解してくれればね。はあ？ちなみにその愛してる人って私ね。知ってるわよ。あんたたちののろけを聞きに来たんじゃない。時間無駄にしたわよ。こっちのセリフです。ねえみ、今度は何？ようやく話が終わったのに男性の声が。ともはる、なんでここにいるのよ。レイミこそなんで知り合い？アナのお友達のご両親よ。そうなんですか。いつも妻と子がお世話になってます。妻？もう帰るわよ。あ、でも俺仕事が。はあ？仕事の打ち合わせに来たんだよ。あ、お待ちしておりました。ああ、ケンタの仕事相手だったのね。は？嘘でしょ。余計なこと言わないでよ。余計なことって？私が旦那さんをくれって言ったことよ。は？あーちちち、あちち、違うのよ。そんなこと言ってないの。言ってないのに言ったなんて言わないでって意味よ。お前、旦那さんをくれなんて言ったのか？しかも花の友達のお父さんって分かってんのにか？違うの。まあ、私がそんなこと言うわけないじゃないの。私はあなたにベタボレなんだから。は？お前、頭大丈夫か？ほら、私たちになってあるでしょ、私のあなたへのベタボレエピソードが。んなものあるか。家事も育児も俺任せ。誰々の夫は年収2000万だとか、誰々は家を建てたのに我が家は賃貸で情けないとか言われ続けてんのに、どこに愛を感じんだよ。何よ、愛情がないからって何よ。私がケンタを奪おうとした証拠なんてどこにもないんだから。私と夫、なぜか友春さんまで我が家の玄関につけてある防犯カメラを指さしました。あれでちゃんと撮ってあるよ。いしし、そんなのってないわよ。旦那もくれない、バッグもくれないなら何ならくれるのよ。何にもやらんわ。おっと、俺からは君にプレゼントあげるよ。あ、本当？ああ、離婚届をね。離婚届？レイミさんは泣きじゃくりながら離婚を拒んでいたものの、ご主人に引きずられて帰っていきました。どうやらご主人の会社がケンタに依頼していた仕事の打ち合わせがあったみたいなんだけど、とんだ修羅場になっちゃったわね。世間って思ったよりも狭いのかも。で、今回のことで仕事にも多大な迷惑をかけられたと、相当おかんむりのご主人の決意は固かったみたい。防犯カメラの映像や保育園からの数々のクレームから、レイミさんは親権を奪われて
家も追い出されたんだって。実家に帰ったようですが、実家でも兄嫁にくれくれをやってしまい、そこもすぐに追い出されたんだとか。何でも欲しがったレイミさんは結局すべてを失ってしまったようです。欲をかくといいことないですよね。レイミさんの娘さん、花ちゃんは友春さんと引っ越して隣町で元気に暮らしています。今でも家族ぐるみで仲良しなの。カニミー、花ちゃん、お弁当にしましょう。すぐ参る。え、まだ時代劇ごっこにハマってるの？いかにもハマっておるぞよ。なんかおかしいけど、まあいっか。パパたちは身を隠しておじゃる。ん？かくれんぼの術、父上の分の卵焼きも食べてやる。え、待ってくれよ、卵焼き取らないでくれ。パパたちは草を頭に乗っけて出てきました。見つけた。やられた。それじゃあかくれんぼの術の勝者に卵焼きあげる。感謝申し上げる。褒美に唐揚げを使わす。ありがとう。夫もパパ友ができて以前よりも生き生きしています。誰かのものを欲しがるのではなく、分け合う喜びを教えていきたいなって思ってます。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニキさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。